エルジュビエタ・カジュミエ・ジュブナは、中世ポーランドの王女。ポーランド王カジュミエ主三世と、その最初の日アルドナオナ、ゲディミナイテとの間に生まれた長女。同父母妹に、バイエルンコ・ルートビヒロクセイと結婚したくねぐんだが、いる。母アルドナの死後、当カジュミエ主三世は三度の結婚をした。カジュミエ主三世は二番目の、ツマーデル・ハイト・フォン・ヘッセンと不仲で、 アーデルハイトと正式に結婚解消をする前に、愛称クリスティナと秘密結婚した。カジミエシュは、アーデルハイトとの間にも、クリスティナとの間にも子供を設けることができなかった。カジミエシュ3世は4番目かつ、最後の日として、一族のジャガンコヘンリック5世の娘、ヤドビガを迎えた。ヤドビガはアンナを、はじめ3人の娘を産んだ。 この三人のイボ妹たちはいずれもエルジュビエタの死後に生まれた。エルジュビエタはもともと義定となるバイエルン公をルートビヒ六世と婚約していた。この縁組は、不王がルートビヒの父である神聖ローマ皇帝ルートビヒ四世と同盟関係を築くために決めたものだった。しかし、カジミエシュ三世は結局、バイエルン公に次女のクネ軍団を嫁がせた。 1343年2月28日、エルジュビエタは、ポンメルンのスープスクイコールボルガコーボグスワフ5世と、結婚した。スープスク公爵夫人となったエルジュビエタは、主に、ボヘミアのプラハ城で暮らした。公爵夫妻は二人の子供を設けた。エルジュビエタ神聖ローマ皇帝カール4世と結婚、カジミエ州4世から1374年、父の死に伴い家督を相続。 ただし、一部の資料は、カジミエシュ4世の母親は、エルジュビエタではないとしている。エルジュビエタの同盟の娘エルジュビエタは、イングランド王リチャード2世の日、アンナ、神聖ローマ皇帝、ジギスムントを生んだ。エルジュビエタは1361年に35歳で、亡くなった。夫のボグスワフ5世は、その翌年、ブラウンシュバイクグルベンハーゲン公の娘アーデルハイトと再婚し、 さらに四人の子供を設けた。ありがとうございます。